皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。思想に使える小ネタフレーズ特集ということで、タイトル通りの動画でございます。何のひねりもない、ほんとそのまんまの意味でございます。できる限り簡単なフレーズでそれっぽいっていうのをですね、皆さんと一緒に練習して習得をしていこうと思いますので、ギターを持っていただいて、構えていただいて、一緒に練習をしていきましょう。うー、頑張るぜ、おえーえいえいおー、はい、そんな感じでございます。僕はエレキギターで練習していきますけど、皆さんはアコギでも全然 OK です。お気軽にトライしてみてください。それでは先に今日皆さんと一緒に練習するフレーズをまず弾いてみます。このフレーズを今日は練習します。いきます。へい、ちょっと待って、こっちがいいな。ワン、ツー、スリー、フォってやつでございますね。先に言っとくとね、難しいっていうかね、その覚え芸です。あんまりこう皆さんが弾いたことがないようなフォームが出てくると思うので、そのフォームを覚えるのが最初に、ね、ややこしいっていうか大変だと思うんですが、逆にね言うと、あの、覚えちゃえばそんな難しくないんで、頑張って練習していきましょう。それでは今日はまた紙とペンを用意していただいて、まずこの僕がいろいろバーッと数字を言うんで、それをメモってくださいませ。先にコードバーッといきます。6弦からまず3バツ223メモってください。1個目のコード丸1って書いて、その下に下から3バツ223バツ、そうですね、3バツ223バツとしましょう。3バツ223バツで、その次丸2と書いて、下から7バツ777バツ、7バツ777バツで、その次、3つ目のこと、3ある3って書いて、8バツ778。8バツ778。で、その次、4つ目のこといきます。その次は、8バツ788。8バツ788。どんどんいきます。次のコードは、7バツ777バツ。7バツ777バツ。で、その次は、バツ76。77バツ、バツ76、77バツで、その次は5バツ、555バツ、5バツ、555バツで、その次はバツ54、バツ54で、55バツ、バツ54、55バツ、そんな感じです。で、これらを、そのコードを弾いていくんですが、ちょっとまず一つ目のコードからいきましょうか。一つ目のコード、これがですね、なんだ、名前なんだろう、これ。ちょっとわかんないですけど、なんか G のおしゃれなやつです。中指でこの6弦の3フレットいって、で、中指のお腹でね、このね、5弦の音でミュート、します。ミュート。また出たせ、ミュート。軽く触れて音が出ない状態にすると。で、人差し指でこの3弦と4弦をね、まとめて押さえて、の最後、薬指でこの2弦の3フレットを押さえます。で、この5弦と1弦に関しては、薬指とか人差し指とか中指とかが、このね、弦を軽く触れて、そのミュートしているというような状態です。で、これを、4回、ベッ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 と弾いていくんですけれども、軽く全体的にビャーンと弾いて、で、弾いたら、ちょっとこの指をね、浮かせてあげて、そのね、スタッカートとまでいかずとも、伸びっぱなしなくて、こんな感じで、ちょっと指をにぎ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 しながら4回弾いていってあげましょう。余裕がある人は合間にこのアップでブラッシングを、するとウキウキ感みたいなのが増します。余裕がなければアップ入れなくても大丈夫です。で、その次、このまま777の方に向かっていきます。中指がまず6弦の7フレットバーンと押さえて、ちょっとやりづらいんですが、人差し指でまとめて234弦の7フレットを押さえちゃいます。こんな感じ、もしくは薬指でも OK です。薬指で234弦をまとめて押さえちゃう、これでも OK、どっちかです。中指がこの6弦は、これは確実です。
で、この残りの3本を薬指いくのか人差し指いくのか、これはまあ任せます、お任せします、どっちもいいです、やりやすい方で。ただこの時になんかよくその人差し指でまとめちゃダメなんですかなんていう方がいらっしゃるんですけども、これはダメです。なんでかっていうと1弦と5弦のミュートができないんですよ。これじゃミュートの管理ができないんで、ちょっとそれぞれ別の指でやる必要があると。てなわけで中指薬指もしくは中指人差し指でやるように心がけてみてください。で、その次、8778なんですけども、これはそのさっきのおしゃれ G と同じフォームです。おしゃれ G と同じフォームで、4つ目のフォームに関しては薬指が1個上に上がって3フレットを押さえ、あ、3弦の8フレットを押さえで、小指でここ追加で押さえます。ここからここはそんな難しくないと思います。順番やってみましょうか。まずおしゃれ G で4回で、グッと当てで、フォームが戻って小指プラス、こんな感じです。ちょっとその次行ってみましょう。中指でまた777ですね。その次のフォームは中指でこの中、5弦の7フレットに来て、で人差し指で4弦の6フレットで、小指と薬指でこの2弦と1弦に行くと、こんな感じです。でその次また55から5455は一緒です。こんな感じで弾いていくと、まあちょっとね慣れないフォームが多いあるけれども、まあそんなパターンは多くないということが分かっていただけるかと、思います。こんな感じです。これが前半部分、7に行って、フォームを持って小指プラスで、7に行ってニューカマンが来て、また555からニューカマン、こんな感じです。これがその前半部分です。で後半部分ももちろんその半分あるんですけども、ここでその半分地点なんですが、ほぼ繰り返しなんで、ここまでできたらね、ほぼもうできたと思っていただいて大丈夫です。できたと思っていただいて大丈夫です。後半部分いきましょう。こんな感じで弾いていきます。ちょっと後半部分弾いてみます。ここ一緒。で、ここから、気づきません？でもほぼ一緒っすよね。この5×5から7×77に行って、でこの8×778に行って、これさっきやったんですよ。でこれを丸々上に1個上げて 10×9910 が来ると、こんな感じやっていくと新しく覚えることってほぼないんですよね。すごい、もう後半部分いい感じでございます。これをまあ3回くらい繰り返しましょうか。何回でもいいんだけど、で一番最後に一番最初のおしゃれ G が来ると、こんな感じのフレーズです。で一番最後、本当に一番最初、最後最後の最後に人差し指がもう一個頑張って1弦の2フレットも押さえてあげて、3×2232にしてあげましょう。そうするとまたこのシャレた感じの音が鳴るのでいい感じかと思います。こんな感じのコードワークのフレーズでございます。どうでしょうか。そんな難しくないですよね。まあちょっとミュートがうまくいかないと余計な雑音が出てしまったりとかするんですが、なんかこうゆったりした雰囲気で練習できるように頑張ってやってみてくださいませ。ちょっくらい余談なんですけれども、ね、余裕がある人はね、強弱アクセントにもちょっとこう気をつけてみましょう。1,2,3,4,1,2,3,4とある中の2と4のこの2,4拍にアクセント、つまり強くその弾くっていうのを持ってくるとなんかいい感じになります。で逆を言うと2,4を強く弾いて1,3を弱く弾くっていう風にするとさらにこういい感じになります。ちょっとやってみます。こんな感じ、こんな感じ。これを毎回同じ強さで弾いちゃうと、
そう、あんがちゃんごちょんがちゃんごちょんがちゃんみたいな感じでなんかちょっとファンキーになっちゃうじゃないですか。それだけもっとこう優雅にさ、ファンスソンスソンスソンってするためにはこの強弱が大事なのよ。その強弱をつけられるとなお一層フレーズが良くなると思うんで、もし余裕があったら、そのチャレンジもしてみていただけますと幸いでございます。で、前の動画でも言ったけどね、今回そのメモしていただいたメモ用紙、それがなくなるとね、そのこのフレーズを練習していたことそのものをね、すべて忘却のカナダに持っていってしまうんですよ。まあ単純にそのもうフレーズ忘れちゃってることです。もうこの動画で練習していることそのもの、もうこの記憶が全部ぶっ飛ぶんです。人間っていうのは忘れやすいから、なんかどっかでこうギター持ってね、ちょっとペアッとギターなんかフレーズ弾いてみようかなと思った時に、やべ、何も弾くことがねえって思っちゃうんですよ。今せっかく練習してくれてるのに、今せっかく習得しているのに、そうならないためにももったいないので、そのメモはしばらくの間目につくところに保管しておくと良いかと思います。目につくテーブルの上とか、壁に貼ったりとか、なんかどっかに挟んだりとかして、見えるところに置いておくと、今日練習した内容をしっかり覚えることができるので、思い出すことができるんで、まあ、毎日毎日コツコツやってれば、練習のフレーズの一つとしてストックできるかと思います。せっかくここまでね頑張ったんだからね、忘れないようにしましょう。もったいないですからね。そんな感じでございます。どっかで役に立っていただければ幸いでございます。それではまた難しいところがありましたら、動画を巻き戻して何回も何回も繰り返して見てみてくださいませ。ではまた違う動画でお会いしましょう。グッバイの前に、私滝沢克成 YouTube メンバーシップなんていう有料会員みたいなね、そういったサービスをやっております。普通のこの動画のね無料のコメントとかだとやっぱ僕も返信しきれないんで、いろいろこう質問いただくんですけど申し訳ないんですが、しきれないんですよ。でもまあそちらね、ジャワ会の方に入っていただくと、僕がその皆さんからの質問に 100% 答えるという特典もあったりとかします。もうコメントでペペッと返して終わりじゃなくて、本当にもう一つの質問に対して5分10分とかもたっぷり、回答するような限定動画とかもあったりとかするんですよ。なんで皆さんの方でね、もしその、わからないこととか、質問とか、聞きたいこととか、もしあるようでしたらば、コメントをするんだったならば、その一回ジャバ会に入っていただいて、いろいろご質問していただいた方がいいかなと思いますので、もしよろしければ、パソコンからご覧の方はメンバーになるボタンをポチッとな、スマートフォンからご覧いただいている方は概要欄の方からポチッとなとしていただけますと幸いでございます。よろしくお願いします。ご検討くださいませ。ではでは、1ヶ月だけでも全然 OK だぜ。ではではまた違うところでお会いいたしましょう。今日も皆さん最後までありがとうございました。さよなら、グッバイ。